最近何しようだよ。あやだって俺、めっちゃ、前はまだ少女やったやろ、あや。してるね。悪い先輩の言い方やねえ。それ兄に聞くんやろ、ね、でも、あや最近めちゃくちゃ可愛くなってるよね。そういうことか。やってんな。やってんな。あー、あーホルモン出とうね。出させろよ。22歳女は。もういいから女性ホルモン出して。みんなはね、高校生の頃から知ってるから、妹が。え、そんな昔からなの？16歳。なんで？地元一緒やから。JP の実家に遊びに行ったことあるんです。なんで JP の実家そんな身近な存在なの？JP まだ19歳ぐらいの頃に。そう、19歳の時に出会って、僕は3個下なんで、妹が。16と17の時に出会ってるんで。まだ幽霊になる前ってこと？そうそう。人間だもん。17以下はじゃあ人間じゃないと思ってる。いや、違う、有名になる前ってことだよね、それ。あ、有名？そう、有名になる前ってことだよね。人聞き悪いもん。間違いすぎやろ。間違いない。人間だわ。間違えたっていう。人って間違えたとき。もういいや、確かになんか、そっかそっか。何なんか悪いことしたんじゃない。1年半前ぐらいぐらいに、あやちゃん、1年前かな、あやちゃんだって。違かった。何急にあやちゃん。やめとこ、一応生放送やけやめよう。何そんな悪い情報ないですか、知らない。あれ全く悪くないんだけど、全く悪くないんだけど、その。どうした、アギンタ。え、生。だから、その、香水。銀太くんとの動画、千葉のことと、香水の時が最後でしょ。オレンジに行ったやつ、銀太と。あ、そう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 。そうそうそう。懐かしい、あの香水。あれで、かわいそう。あやちゃん、ごめんなさい。あれで、めちゃくちゃちょっと叩かれてたっすよね。え、何で叩かれたんそれ。なんか、千葉にゃんと、その JP が、銀太に、なんか、リポートするみたいな。密着するみたいな、その企画があるんですよ。2、3回やってるんですけど。で、その、家に、お邪魔しますみたいな感じで銀太の家に行くっていう設定だったんですよ、うんうん、ここのリポーター2人。なるほどね。で布団の中でもぞもぞしてるから銀太が JP がバッてめくったらあやと寝てたって いい企画じゃんね。いい企画じゃんね。ボリビビってて、まあ、え、それ本当知らなかった？全く知らなかった。えっ、うまっ。最初本当また可愛いこと寝てるわみたいな、うん、思ってたらあやだったんですよ。で、びっくりしてっていうのがドッキリだって。そうそう。いや、布団の中で2人入ってる時ちょっと話したりする。話しました。何話したの？それは教えないです。うわぁ、修学旅行みたいよ。教えないですよ。え、千葉では知ってたでしょ？俺はその仕込みだったんでしょ。ちゃんと仕込みで、JP をはめるみたいな。それめちゃくちゃいい企画よね。いや、だけどめちゃくちゃね、ちょっとディスられてたから本当にすまんわ。まあね、もう。え、それディスられんの？やっぱ、切り抜かれて。ミスコンなんすよ、妹。そうなの？あ、そうなんです。高校生ミスコン。すごっ！グランプリだよね。そうですね。まあ、めっちゃ可愛いもんね。そっから、狼？そっから狼。狼。狼くんに騙されない。はい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 。恋愛番組だよ。そこに行って、バズって。バズって。大炎上したんですよ、でも。え、そう？大炎上バズりみたいな。へぇー。大炎上して、って感じですね。で、その最近やっぱ、あやが来てるのに、ぶら下がった方です。悪っ。紹介悪っ。紹介めっちゃ悪っ。あやちゃん顔めっちゃ可愛いもんね。いや、可愛いっす。知ってますか？え、見て、見てとかもう全然知ってます。そうなの？はい。逆に JP の方がそんな知らんくらい。え、なんで？JP の顔いじるならどこっすか？もう確かに。全部。おい！早い！だってさ、あやちゃんのお兄ちゃんと思えんくない？なんか普通に考えたらね。普通に考えたら。なんか整合性がないっていうか。整合性？整合性がない。医者っぽいね。整合性。本当にお兄ちゃんかなみたいなね。JP のマネージャーと話し合いそうだ。JP のマネージャーと話し合いそう。なんか感じるよ。あ、そっち系ですか。感じるよ。インテリ感出ちゃってる。インテリチャラ。インテリ感出ちゃってる。インテリチャラ。はい、皆様、お久しぶりです。久しぶりです。今回の動画、皆さん何だと思います？香水ではないのか。銀太のナイトルーティンです。騙されたお前らが悪い。早速じゃあまあ入っていきましょうか。まずピンポンがないんですよね、このお宅は。いらないんじゃないですかね。いらないんでしょう。いる。ピンポンは絶対にいる。ノックをしても一向に出る気配がない。ただの時間守れないやつ。鍵って開いてますか？
キュリティガバガバですね。お邪魔します、銀太さん。綺麗ですね。そうですね。てか家ですね。やっと家に住み始めたんですね。我々は DJ 銀太が寝ている寝室を発見した。失礼します、銀太さん。ナイトルーティーンの撮影で取材しに来たんですけど。取材拒否なのか、布団を深くかぶる DJ 銀太。呼んだのはお前の方である。ちっちゃいビア、布団めくって、布団めくっていいんですかね。その時、仲町取材班はとんでもない事実に直面する。あやとは一体誰なのか。え、ちょっと待って、何のドッキリこれ。ご面識あるんですか。DJ 銀太は取材班の妹に手を出していた。知ってた、知ってた、知ってんの。お前レペゼンの連絡は出んな、お前。レペゼンの連絡だけは絶対出んな、お前。一番やべえぞこいつ。ちょっと待って、何これ。え、いや今からさ、撮影があるからちょっとだけでいいからちょっと出といてほしいわ。あー、分かった、シャンプー変えといたから。お、マジでありがとう、うん、今日気持ちよかったよ。ありがとう。皆さんはこんなモラルのない男にならないでください。ええって。